ここどうも皆さん、オージャスってことでね、今回もブレスオブザワイルドをやっていきたいなと思います。今回なんですけども、前回のコメント欄でですね、このヤブサメホバーですね、この状態で、鳥人間コンテストを受けまして、であそこにいる、ガノンですねを倒すと、まあ、なんか面白いことが起きますよっていうねコメントをいただいたんで、早速ねそちらの方、実践していきたいなと思います。それじゃあレッツゴー。はい、じゃあね早速鳥人間受けますか。はい、なんかでもなんか鳥人間中になんかガノン戦受けて、なんかそれでなんかシュールな感じのあれを見たような気がするんですけど、どうなんですかね、それとはまた違うあれなんでしょうか。それじゃあ行きましょうか。はい、まあちょっとあの前回どの動画か忘れちゃったんですけども、多分ヤブサメホバーの解説ですかねの中でね、まあ一応やってはいるんですよね、この鳥人間をヤブサメホバーで受けるっていう。まあね、知ってる人は知ってるんですけど、こんな感じで記録出ないんで、まああまりここら辺は面白くないんで、まあ、カットしますか。これ変わった。あ、しかし音楽はいつも通りの平和な音楽が鳴り続けると。はい、あそこが本丸で、今自分はあそこにワープマーカー、あれ自分あそこにワープマーカー置いてるはず。ああ、ちょっと待って、狙われてる。大丈夫か自分。ああ、あった。へえ、こんな感じなんだ。はい、まあ着きましたね。で多分着地していいのかなどうなんだろう。ちょっとプロモードにしますね。ちょっと見やすいように画面が。はい、じゃあちょっと本丸の中に潜入していきます。どうなる。おお、始まった。さあ、オープニングはいつも通りか。さっきまで鳥人間コンテストしたような顔とは思えない。あんな平和的だったのに、急にこんな険しくなって、お前。ごめんなさい。多分大丈夫ですね。飛ばしましょう。で、まあ、これも100回見た光景なんで、飛ばしましょう。さあ、どうなる？あっやべえ。ガノンと楽しい。待って。ガノンと楽しい戦いが始まった。待って。やってることはおぞましいけど、音楽めっちゃ優しいから、なんか、すごい。あ、待って。ミスター。あ、これ、多分。ちょっと急に待って急に不穏な BGM 流れたんだけど何これ、おかしい。え、これ戻される。え、いや11メートルとかそういう問題。え、いや、ちょっと待って。おお、え、止まった。おお、すげえ。ガノンの BGM で街歩けんだけど、すげえ。おい、ちょっとすごい。マップは大丈夫と。え、すごい、どうしよう。面白。やべ。全く緊張感ない、このフィールド。何これ。ワープしてみます、これ。ワープして大丈夫かな。ワープしてみよう。ワープして、あ、多分音楽消えるかな。さあ、移動したんですが、どうなるか。はい、普通に戻る。まあ、そうだよな。はい、じゃちょっとね、先ほど、多分、ガノンの攻撃食らったら、フィニッシュってなったんで、次はね、ガノンの攻撃一切受けずに、倒しますもん。倒したらどうなるのか、はい、やっていきます。はい、やっとね、ここまで着きました。あれバグってる待って、本丸がバグってる。ちょっと待って、下が見えるんだけど。おーい、
見えてますよ。え、いいのかなこれ言って。見えてんのこれ。おかしいでしょこれ。誰か助けてくれ。まあ、入りますわ。うん。すっ。はい、いつも通り飛ばしていく。さあ、1ダメージも食らわずに。あれ？あ、いいのか。はい、ってことでね、さっきのあれは忘れてください。はい。まあ、ちょっともう戦法変えますわ、もう。これ、これです、もう。もうやぶさみホバーって言ったらこれでしょ、もう。あれ？音楽消えた。なるほどね。また始まったこれ。よし、終わりだ。さよなら。よし、さあこれでどうなるか。音楽は止まって、ここも飛ばすか。飛ばします。さあこれで馬乗ってしまうんですが、これでやぶさめホバー解除されますね。え？なにここ。なにこれ。気持ち悪い。気持ち悪いこれ。え？これ何これ。魔獣ガノンから抜け出したってこと。あそこの光ってない。ほら、わかりますか。あそこなんか光ってるよな。え？え？で、出た。で、出た。魔獣ガノンから抜けれた。あ、はい。ちょっと待って。すげえ。こんなことになってんだ。面白。すげえ、こんな抜き方あるんだ。いや、今までね、魔獣ガノンから抜ける方法って、まあ、いろいろあったと思うんですけど、まあ、一番その代表的なのが壁抜けですかね。なんか黄色い何か、なんすかね、陣、なんか魔法陣みたいなやつ、バリアを抜け出すっていう方法が、まあ、主流だったんですけども、なんとね、やぶさめホバー出たことによって、魔獣ガノンもなんとこんな感じで抜けることができちゃったと。そういうことですね。はい。ちょっとじゃあここでワープしてみますか。ここにあれですね、魔獣ガノンがいると。じゃあこれにちょっとワープしてみましょう。ワープしたらどうなるのか。怖い。しかもこっち狙ってないこれ。あ、違うか。しかし、バリア張ってあるんだよなこれ多分。うわうわうわ、なんかすごい。気持ち悪い。入れるこれ。血な。
入れない入れないでいくやべえ、どうしよう、どこやばくないこれ、ほら見てこれそっか、ちょっとね、どうしよう、これでやぶさめホバーとかも取れそうな気がするんですね。皆さん、秘宝です。いませんいません。これ魔獣ガノン戦そうだったな、あの抜けたらね、あの NPC とか全部消えるっていう仕様を忘れてました。これなんで馬ちゃんといんのによ、 NPC ちゃんと避難してんの、おかしいだろこのゲーム。おい、もうせっかくさ、やぶさみホバーでよ楽しいことしようと思ったのによ、ふざけんじゃねえこのゴミ。じゃあちょっとこのまま終わるのもあれなんで、なんかこうなんか雰囲気的にちょっとハイラル城行ってきますかね。はい、ハイラル城着きました。さあこの状態だとどうなんだろう、すげえガーディアン一体もいないで、なんかあの空が、まあもともとは、うおおやべ、頑張ってる、ほら頑張ってね、ああやってビームを打ってるんですよね、かわいい、ああいうペット欲しいな。うん、あ、分かった分かった、ごめんなさいごめんなさい。ちょっとあの本丸入ってきますか。どうなんだこれ、え、始まったおい、なんかおお今空洞だったよなお前、なんとお前やっと生まれたのにまた戻されてるよお前、かわいそうだな、もうまた始まんのこれ、まさか、うわ始まるっぽいな、またやんのかこいつと。あれ、おいおいおい、動かねえ動かねえ、なんかわかりますこれ、なんか振動すごい、振動すごいしてる、振動だけしてる、あれ、おい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 、起きろ起きろ起きろ、おい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 、起きろ待って待って待って、起きろ、めっちゃ震えてる、起きろ、ふざけんなよおい、はい、皆さん、ね、うん、こんな感じでね、あの僕のブレスオブザワイルドの旅はこれで、終わってしまいました。これまでね、長い間ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それじゃ、バイバイ。